さあ今からね、ご飯タイムですね、ご飯タイム。今日はね、この前もらいました。ラーメンメーカー。ね、こんなんがあるんですね。ラーメンメーカー。ね、これ、この前いただきまして、これを使ってラーメンを作ってみる。上手にできるのかどうか、わかりませんが、やってみます。まずはどんな感じか開けてみようか。まだね、一回も開けてませんので、どうなっとるかわからん。ほっ。お、こんな感じですね。見えるかな？あ、すごい。鉄の鍋がついてまして。でね、受け口はこんな感じですね。この多分ね、この配管を熱してあげて、ね、温めるっていうそういう作戦でしょうね。電源はコンセントですね。DC100V。ワット数がね、500W なんで、全然使えますね。さあ、とりあえずやってみよう。まずは水を入れてあげる。こんなもんかな？これでまずは沸騰させてあげる。ね、現在ね、カメラを充電しながら、携帯を充電しながら、照明を焚きながらやっております。いっぱい使っとるの、線を。これでスイッチ入れる。スイッチどこや？あ、これスイッチ入っとんかな、もう。スイッチないよな。これコンセントで入れたら勝手にスイッチが入るんでしょうね。そうですね、特にスイッチないですね。コンセントを挿すと勝手にスイッチが入るみたいですね。とりあえず沸騰するの待っておきたいと思います。ぼちぼちええかな。ねえ、こんなもんかな。さあ、ここにね、麺を投入していきます。今回は札幌一番味噌ラーメン、これをいただきます。はい。ちょっと綺麗に入らんかな。こんなもんかな。ちょうど麺がギリギリ浸かるぐらいのちょうどいいサイズの器。これでね、麺が柔らかくなったら卵を投入してしばらくしたら完成ですね。もう少し待っとこう。 OK、 麺をほぐしてあげたら卵入れます。冷蔵庫に入れとったら卵が若干凍っとるわ。ちょっと温度下げんといけん。ね、これ蓋があったらいいな、蓋が。で、今度蓋用意しとこうか。蓋があったらいいと思う。さあ、ぼちぼちいいかな。スイッチ切ります。っていうか、コンセント抜きます。ちょっと煮込みすぎちゃったかも。さあ、ここにね、袋入れる。特製スパイス。お、煮込みすぎちゃってスープがちょっとなくなっちゃった。あ、卵1個潰れた。ネギ。ネギがこれちょっと凍っとるわ。半分凍っとる。大丈夫かな。さあ、そんな感じでとりあえず完成です。札幌一番味噌ラーメン完成です。さあ、ここにね、胡椒振ってあげて。いただきマンモス。ね、ちょっとね、スープが少なくなっちゃったけど。うまい。やっぱりうまいわ。札幌一番味噌ラーメンうまいわ。若干ね、ネギがね、ワイルドやけどさ、美味しい。さあ、今日はね、この札幌一番味噌ラーメンを食べながらのんびりしたいと思います。ちょっとエンジンかけてゆっくり食べます。また明日、またね。
マイクになってる。面白かったね。何が面白かった？大車輪。ああ、大車輪面白かったね。あのサーカスも見たけどね。遊んだらややし雨で大車輪ないとしよう。中で歩かんできるんだよね。そう小さい子が好きよ、めっちゃ小さい子。おー、すごい高いね。高い、うん、ナイスパフォーマンス。はい、うん、Thank you。 おー、すごいね。あ、速い。うわ、怖いね。いや、あ、